どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさん。はい。こんにちは、はい。今日は土曜日なんですよね、うん。なんだけど今日は大晦日ということで、うん、なんと今年最後のガズレレ YouTube 動画のアップロードは、なんと夫婦でセッションで締めくくりたいと思いますと。いやー、2022年は駆け抜けましたね。駆け抜けた。ということで、まあ、ちょっとね、振り返りもしつつですね、うん、曲を演奏していこうと思うんですけれども、はい、どうでした ?2022 年は。ガズレレは駆け抜けたね、本当に。駆け抜けた。もう本当に外に出たもんね。出た。うん、2年ぶりにね、うん、イベントを開催したりだとか、うん、まあ、ポップアップショップといってこのね、Gラボウクレレ弾いてもらう、あの会があったりとか、うん、あとはね、ガズピアノの本が出たとか、うん、で、まあ、ガズレレの本ももちろんね、今年もあの紫色の、うんうん、本がリリースされたりとか、出版もね、2冊、したりとかですね、まあ駆け抜けたね、うん、いやイベントが一番やっぱでかかったかと思いますね。やっぱり、うん、はい、リアルで、あのね、いつもオンラインで会ってるみんなとリアルで会うっていうのも本当にね、うん、あの、めくるめく体験まさにめくるめく。めくるめく、はい。今年2022年は本当にね、ものすごくね、うん、しかも引っ越しもしたしね。そうなのよ。いやー、ね、なんか、そう。本当に動いたね。動いた。そしてしかもですね、あの、私があの、50歳になったということで、なんかね、すごいキレがいい数字なんだけど、うん、もう一個ね、あの移植してからは突然、うん、移植してるんですよ。13年目ということで、うん、また中学に入学する時期が、うん、第2のね、あの誕生日がありますから、私は、まあ、そんなことでね、2022年は本当に今をこうやって振り返ってみてもいいことばっかし、うん、はい、本当にね、いい1年になりました。皆さんのおかげで、やっぱりね、本当にね、楽しい活動だよね、うん、僕らもすごい忙しいっていうかね、もう本当毎日アップロードしたりとか、まあハニーさんと一緒にガズピアノもやったりね、夫婦でセッションやったり、ハニーさんも縫い物時間っていうね、うん、この縫い物のね、うん、YouTube やったりとかしているんですけどね、全然なんつうのかな、あの、楽しく夢中になれてですね、うん、あっという間に1日が終わるという365日だったなというふうに思いますけどね、はい、まあそんだけそれできるのもね、まあ皆さんがこう見ていただけたり楽しんでいただけたりするっていうのもありますからね、あとやっぱり音楽やると楽しいからね、 それをやっぱこう広げていきたいっていうのも根底にありますからね、そこに気づいてくださった皆さん、どうもありがとうございます。で、まだこれね、この楽しさをね、知らない人まだまだいると思うんでね、まだ僕もあのどんどんこのね、音楽でこう楽しくなって豊かになるこの感覚をより多くの人に伝えたいなと思うし、皆さんもですね、もうあのガズレレの楽しさを知ってしまったらですね、周りの方にね、めっちゃおもろいよと伝えていただければ嬉しいなといつも言ってるんですけど、またまあの今年もあのやっていただいたということですけど、来年もよろしくお願いします。で、まあまあ変な話ですけど、今日12月31日じゃないですか。でいつもこの年末年始ね、思うところがあって、1年間ありがとうございましたって言いたいですよね、年末には。で1日には今年もよろしくって言いたいじゃないですか。だからまんまと明日も、アップロードします。明日は演奏動画じゃなくて、ちょっとね、また今年来年どうなるかみたいな話をしようかと思うんだけど、お楽しみにしておいてください。まあ、今日はね、あの本当いつも大体夫婦でセッションで土曜日とか日曜日にやってること多いんで、たまたま今回は土曜日が31日の日曜日が1日で、すごいよね。そうで、明日さすがにちょっとガズギターをね、お休みするわ、簡単で、ね、そう、明日はだからご挨拶の動画を撮ろうと思ってます、ということですけど、じゃあいきますか、はい、今年最後のガズレレ YouTube 夫婦でセッション動画の曲名は、今日にふさわしい曲いきます、せーの、蛍の光。この曲はですね、改めて歌詞を読むとですね、かなり深いことになってますからね、皆さん、はい、コードは簡単、入門コード3つだけでできるという、いいね、すぐできちゃう、はい、これ一緒にすぐあの演奏できると思いますので、うん、一緒にセッションしていきましょう、僕らと、はい、じゃあいきますか、はい、じゃあ本当にね、感謝を込めた2020年最後の、うん、ガズレレ YouTube 動画は蛍の光でございます。やってみる、ワン、ツー、スリー。Thank you.
1年間どうもありがとうございました。はい、じゃがじゃん、イエーイ、素晴らしい。やっぱりこれはなんかこう年末にふさわしいというかですね、うん、お別れなんだけど、お別れっていうのは出会いの始まりということでございまして、うん、今年はね今日で終わるんだけれども、そうだ、ね、また来年ね新しい1年が始まるということで、うん、希望たっぷりで、うん、でもまあその前にね、来年の抱負を語る前にまずは感謝。そうだね、やっぱり、ね、今感謝ね、今感謝、うん、今ここにですからね、うん、はい、今ここにっていう感覚をね、ウクレレとかさ弾き語りやってると痛感するよね、うん、まあ、本当に弾いてる時って今、うん、ここに集中してってさ、なんか心をここにあらずっていうんじゃないからね、うん、やっぱ人間、僕らはですね今この瞬間しか生きられない生き物でございますから、ね、うん、そこをね大事にしていきたいっていうことでウクレレそこに気づくのもね素晴らしいと思います。ありがとうございました。夫婦でセッションもかなりの曲数やってて、うん、これ夫婦でセッションをやるとですね、アンサンブルとかね、今弾き方の参考とかいろいろなると思いますんでね、面白いですよ。概要欄に再生リスト貼ってますんで、他の曲もいろいろ見てみてください。さあ、こんな感じで、誰かとセッションする、夫婦でセッション、家族でセッション、友達とセッションもいいし、一人でねゆったり奏でるのもいいし、うん、もういろんな感じで、さらに楽しんでいただければというふうに思います。ガゼレレ YouTube もですね、まあ、どんどんやっていきますね、はい、一緒に行きましょう。それではね、2022年最後のねガゼレレ動画、これにて終了となります。皆さん良いお年をお迎えください。さよなら、バイバイ。